どうもこんにちは。えー、久々の金魚導入動画になります。おそらく今年最後に、えー、買った金魚になるかなと思う金魚です。と言っても、この動画自体がです、ねえー、10月の、えー、1週目ぐらいです、えー。もう1ヶ月以上になるんですかね。えー、1ヶ月以上前の動画です。すっかり動画投稿を忘れておりました。えー、と購入の際にですね、YouTube、えー、まあ、you これ、 買ったら YouTube 動画アップしますっていうの伝えたんですけどもあ、まあ、正式にはっきりとあのお店の名前出してお店の紹介の,あの動画作っていいですかとまではですねあの承諾をもらうメールは自分もしてなかったので、まあ、多分大丈夫だと思うんですけどもうあの何やトラブルになるの嫌なんで、えー、ちょっとお店の名前はも控えさせてもらいますただ、まあ、あの超あの人気で えー、非常にレア金魚を、ね、扱いまくっている、インスタグラムなんか自分、ファンでよく見てるんですけど、毎回、えー、結構愛好家さんとのつな、あのー、がりが深いんですかねあの、本当によそでは見れない金魚お、国産が多いんですかね、おそらく国産だと思うんですけど、あのー、見ることができます。で今動画でで見ての通りですね6 匹か5匹ですね、購入させてもらったんですけど、本当ご丁寧にあの発泡スチロールをですね、あの2段にして、えー、で袋も2つにも,もうちっちゃいんですよ。今回購入したのは当歳のち,っちゃい子たち5、6匹なんですけど、それでもこ,のこんな感じで大量の水と大きなポリ袋とで,で発泡スチロール2つタワーにして、えー、作ってもらって、えーえー、完璧な状態で、えー、こちら。 えー、私の飼育場の方に、えー、到着しました、えー、で今年2022年おそらく金魚の村最後の金魚購入になると思いますあの自分で金魚を作るようになってあのもう日に日に金魚を買うペースというか、えー、導入ペースがですねあの本当に少なくはなってきてるんですけどやっぱ金魚を買うっていうことはあのこれからも続けていきたいなと思います どうしてもあの自分で産卵して育てていくと数も多くなるしあ、まあ、自分で作れてしまうので、えー、金魚を買う機会金魚さんに行く機会がちどんと,とねあの最近減ってしまうんですけどもおそれでも、えー、数はねあの回数は少なくなるかもしれないですけどもお金魚を購入するっていうことはあの今後も続けていきたいなと思います。 まあ、金魚飼育の楽しさもうもちろん飼育も楽しいし成長をねあの見ていくのはすごく楽しいことですけど何よりも一番最初の楽しみっていうのは金魚を購入するっていうこの楽しさですねこの興奮です、えー、これができないっていうのは非常にねあの金魚飼育者としては、えー、寂しいので、えー、これはですねまた来年度2023年度もねあの できるだけ多くの金魚を迎えられるように、えー、頑張っていきたいと思います。ということでちらっと、あのー、今ですね、あのー、ちょっと隠れ家として、えー、ラピュタの、えー、な,んかなんとか兵を入れてるんですけどもそうなんです今回ですね、えー、もう皆さん見てわかる通りですけども初めて見られたんじゃないでしょうかなかなかこれはですねあの自分もドラゴンスケールラ乱中マニアなんですけども これですねドラゴンスケールランチューのアルビノですえー、っとあれですね目が赤いってやつですね、えー、目が赤い、えー、アルビノのドラゴンスケールランチューです本当今あのドラゴンスケール の鱗の,あの品種改良っていうのが進んでてどん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 いろんな種類の金魚が出てくるんですけどもおいろんなの見て結構今までびっくりしましたもう東錦とか五キとか,ゴシキとかの,あのドラゴンスケールも出てくるんですよ出てきてるんですよ、えー、そんなかそれもびっくりしたんですけどもおその中で、えー、結構あの新鮮味というか あのびっくりしたのがあここまで来たかと思ったのがアルビノの、えー、ドラゴンスケールランチューがあー実はもう作られてたっていうのに、えー、びっくりしました本当もうこれは大げさかもしれないですけどもこの YouTube っていう媒体の中で、まあ、世界中の YouTube 含めてもあのドラゴンスケールのアルビノランチューが動画としてアップされるのももしかしたら初めてなんじゃないかぐらい、えー、非常にあの希少な品種です で今見えてます通り、えー、新しい船の中ででちょっと苔ですね苔の卵をほんの少しうっすらつけて、えー、で、えー、ラピュタのあれな何とか兵の隠れ家を乗っけてで、えー、もうねだいぶね寒くなってた時期なので、えー ある程度あのストレスたまるのでであと越冬までですね越冬期間中はヒーターを外す予定なんですけども越冬入るまではもうちょっと体太くしてあげないと、えー、ちょっと体力ないかなということで今現在もですね、えー、ヒーターを入れて、えー、少しもうちょっと食わせ込んでいます、えー、こんなにねもうだいぶねあの日本中寒くはなってるんですけどもあのー ヒーターを入れてますのでだいたいそれでも20度ぐらいですね。1日平均20度ぐらいなんですけども、その中でまあ、少ない、えー、日照時間も少なくなってきたんですけども、太陽光も浴びる場所で、えー、育ててますので。 苔の方もですね、今現在しっかり生えてきてます。その動画でも明日アップしようかなと思います。この動画が10月の前半半ばぐらいの動画で,でそ、それから1ヶ月ぐらいちょっと経ったこの子たちっていうのをですね、明日ちょっと今からまた GoPro かなんかはめてあの動画撮りいきたいと思います。それを明日動画アップしたいと思いますので、あのー、ぜひ、あのー、見てください。 えっと、金魚時代もですねしっかり育ってくれて、えー、僕は結構ホワイト系の、まあ、最初購入する時ですねもう何でもよかったんですけど見た感じおかっこいいホワイトのドラゴンスケールのーアルビノ。 目をした子たちでかっっこいいなと思って持って帰ってきたんです持っって帰ったらちょっとやっぱあの赤みが乗っかってたんであこれ多分巣穴かなと思いながらあーちょっと成長を、まあ、見守っていましたけどおそらくですねワカのドラゴンスケールランチューになるんじゃないかなと1ヶ月経って思えてきましたそのくらいあの多少ですね色の方も乗ってきました。 であのー、あんまり自分あんまりというかアルビノ金魚自体をですね、あのー、育てたことが今までなくて、まあ、メダカはですね何回かあったんですけども,もうその経験しか生かすことはできないんですけどもおとりあえずずっと一日中直射日光の場所水温上げたいからまだまだ水温上げてね餌食わしたいからって言ってあったかい場所に置いとくよりかはあのー、ちょっと日陰気味のところあんまりずっと太陽は 当たりっぱななしののととこころろじゃなくて、えー、日陰気味のところだからあの金魚の村の飼育場でいうところでも一番隅っこですね壁沿いの角のに持ってくることによって日陰の時間もアップしますしなおかつさっきの,のラピュタの巨人兵っていうんですかね、えー、ああいうのを入れておくことによってまあなんか太陽光が嫌だなとか感じたらあん中入って多分逃げてくれるかなという思いで、えー 入れていますまけども、まあ、あのいろいろネットとかちょっと知ってる方にあの聞いたり情報をねあの調べたりするんですけどまああんまり神経質にならんともう普通の金魚のように育てたらいいよみたいな感じのねあの自分的に結論は出たんですけどもそれでもちょっと他の金魚とはあのちょっとね違うので、えー、ちょっと太陽光ガンガンっていうよりかは。あの ちょっと日陰の率が多い場所で今現在あの飼育して順調に大きくなっているドラゴンスケール卵ーのアルミノでした。でその5匹がですね現在1ヶ月ちょい経ってどう変化してるかっていうのをまた明日動画でアップしたいと思う。体自体自もも大きくなってますし色合いいねだいぶ 変わってきてるんでああの明日動画見てくれたら結構変わってるなって、えー、思うぐらいの子たちに、えー、成長してますまあ、もちろんあのこの時期ですけどもあのまだです今現在11月26日時点であのヒーターの方もぶっこんでますので、えー、まだまだ餌も食わせて、えー、大きくなってる最中ですちなみに今のところですね無事 えー、5匹ですね、6匹ですね、えー、6匹無事、えーと、みんな病気にかかることなく元気に、えー、育っている最中でした。しかしまあ、今年はもう天気がいいですね、ずっと天気がいいんで、今日も天気がよくて、日中だとですね、あのー、20度平気で超えちゃいますね、もうすぐ12月になっちゃいますけども。 まあ今現在、もう僕はあの半袖であの今この動画見返しながら適当にこうやって喋ってるんですけども、のそのくらい今日もポカポカ天気です。まあ、ということで、この動画を今から書き出して YouTube に公開予約をして、そしてちょっと外に出て GoPro で今現在のこの子たち動画ですね、最新版11月26日、現在が14時9分です。ちょっと動画の方あのー。 撮ってまたね明日日曜日のいつですかね、えー、午前中ぐらいにはあの動画をアップしようと思いますので。 ぜひえー、見られてくださいそんな感じで、えー、あちなみに、えーえー、いつかはヒーター抜きます一応越冬、えっと、はさせたいので、えー、12月だいぶ寒くなったなっていう時期からもう一日一度ずつですねメモリーを一度ずつ冷たくして寒くして一度ずつ下げていってでゆっくりゆっくり、あのー、冬眠の方に入っていく形になるこの子たちでした、えー、そんな感じで。えー 今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。